三太ら武氏史三太ら武氏史は日本の実業家、医師、キャノン創業者、初代社長。また、太平洋戦争以前は産婦人会として三太らし産婦人科病院を開業。老いはキャノン社長や日本経済団体連合会会長を務めた三太ら富藤を1901年、大分県南天辺郡釜江町に生まれる。実家は代々医師の休暇。 再起中学を経て、北海道大学予科に進学、めぐみ進む寮の委員長を務める。1928年、北海道大学医学部卒業。上京して、日本赤十字病院に勤務。731部隊の石井史郎と死を同じくする。1933年11月。 吉田五郎や内田サブローの創設した正規工学研究所に共同経営者として参画。内田とは産婦人会として内田夫人の出産を通じて進行が始まる。内田がシンガポールに赴任するなどしたため、1942年、三た来自身が社長に就く。太平洋戦争による空襲で三たらしの経営していた産婦人科病院は消失し、 戦争終了後は、キャノン経営に注力した。医師であったことから医療用機器の開発を推進し、その後現在も続く、開発、製造の原点となった。1967年、右手にカメラ、左手に事務機のスローガンを掲げ、キャノンの多角経営を宣言した。1974年、前田武雄に社長の座を譲った。1977年、 前田の死去に伴い各竜座ローが社長に就任するとともに名誉会長となる。1984年10月12日死去。去年83。実力主義と家族主義を胸としていた。GHQ などの標語を掲げ、家族あっての仕事という当時の日本の企業としては、珍しい考え方を社員に説いた。1959年には他社に先駆けて、 完全週休,休2日制度をキャノンに導入した。海外志向も強く、初期からキャノンの海外展開を進めた。また、自分の子供たちを高校からアメリカに留学させている。5代目社長となる彼の息子の見たらいはじめは、マサチューセッツ工科大学へ進学している。ありがとうございます。